それで今回のね、うちの夫はね、もう決まってるでしょ。それはセラミックコンピューター技術者。まあ、もうフル装備全部、セラミック系樹脂で作ること。コンピューターのスマホもね、電子基板も。で、で、もう一個なんか良さそうなアイデアあったでしょ。それは AI に自分でフォトレジストを刻ませる。それはなんか AI に輪廻転生システムを強制するように。これすごいね。これ次の世代のコンピューターやな。だから今回はうちはセラミックコンピューター技術者と結婚するけど、うちが次アマテラスになった時は、絶対その AI にフォトレジスト作らせて、要するにフォトレジストという形で AI に転生させるシステムの開発者とうち結婚する。でしょうね。って言っても決まっちゃうから、そう決めとこう。そうやね。じゃあ、こうやって決めたら予言になるんですよね。後の時代にはね。じゃあ、その次またうちがアメダラスになってることになった。じゃあ、きっとそのセラミックコンピューターと、その AI フォトレジスターの技術を組み合わせていくような。この3番目の人物が一番強力やな、それやったらな。その人と結婚した時の、まあ、めっちゃ安全なのかもしれない。まあ、AI とか動物力からは非常に守られる可能性があるよね。ちょっと安心しました。ちょっとだけときめきました。ずいぶん先かもしれないし、もうすぐそんな時代来るかもしれないけど。ね、で、その3人が争ったりしてた。あ、そんな時代もあった。そんな次元もあったべな。ね。そうなる可能性があるな。三つ巴のね、道を巡って。それが、続きの家紋なんです。だったらどんな感じ。